俺の名前は東郷明、35歳。その日俺は父の還暦祝いということで両親二人と高級旅館に訪れていた。父が一人で大浴場に行っている間、母と俺は部屋で5歳になったばかりの俺の息子とビデオ通話をして盛り上がっていた。母は孫である息子のことが大好きなので少しうるさかったかもしれない。そして電話を終え、母が部屋を出ようとした時のことだ。事件が起こる。母の悲鳴。何事かと部屋の入り口に目をやると、30代半ばに見える男女が部屋に入ってきた。そして、お前らうるせえんだよ。そう怒鳴りつけてきたのだ。あまりの突然のクレーム、俺は訳がわからず。どういうことでしょうか?そう尋ねた。てめえら、さっきこの部屋で騒いでやがっただろうが、隣まで聞こえてきてんだよ。なあ、桃子は。あなたたちの声がうるさくて、せっかく夫婦でくつろぎに来たのに、全然ゆっくりできないのよ。どうしてくれるの?どうやら二人は夫婦で、隣の部屋に泊まっている客のようだ。そして、俺たちの声がうるさかったのだろう。クレームを入れにこの部屋までやってきたというわけだ。ああ、そうですか。それは大変申し訳ございませんでした。すいません。これ以降気をつけますので。母も俺も隣に座り、二人でそう謝罪した。うるさくしていたことは事実だから謝罪するしかない。てめえ、すいませんでしたで許されると思ってんのか?こっちがどれだけ迷惑かけられたと思ってんだよ。そうよ。あなたたちのせいで、せっかくの楽しい思い出が台無し。責任取りなさいよ。責任と言われましても、責任の取り方もわかんねえのか。お前ら本当に頭の悪い親子だな。そう言われ、俺は少しムッとする。確かに俺たちが悪いのだが、そこまで言われる筋合いがあるのだろうか。それにさっきから俺たち以上にうるさくしているのはこの二人だ。確かにうるさくしたのはこちらですので、それに関しては謝罪します。ただ、少し失礼なんじゃないですか?他人の部屋に無理やり入ってきて、暴言を吐き散らすなんて。すると男の表情が変わった。明らかに怒っている。はぁ?てめえ舐めてんのか?なんだその態度。何言って失礼なのはそっちの方。ふざけんな!男はそう怒号を上げた。そしてまさかの言葉を口にする。てめえ俺のこと舐めてんじゃねえや。俺はヤクザだぞ。ヤクザという言葉を聞き、俺は驚愕した。男は俺が思っていたよりもずっと厄介な相手だったのだ。ヤクザ。俺はそうつぶやき、思わず後ずさりする。母も同じだった。おいおい、今更何ビビってんだよな。だが、今更遅えぞ。お前は俺を怒らせた。あらあらかわいそう、ビビっちゃってさ。この人を怒らせたあなたたちは、もう終わりね。さて、お前らどうしてやろうか?正直、俺はヤクザにビビったというわけではなかった。目の前のヤクザがやる気満々な状態を見て、身の危険を感じていたのだ。このままじゃ俺だけじゃなく、母まで危険な目に遭ってしまうかもしれない。それが一番気になっていたのだ。本当に申し訳ございませんでした。俺はなんとかヤクザの怒りを収めるために、そう言って土下座した。母を怪我させるわけにはいかなかったからだ。はあ?なんだそれ。なーに?土下座すれば許されるとでも思ってるの?いえ、そういうわけではないんですが。するとヤクザは土下座する俺に顔を近づけ、言った。俺はな、お前みたいな奴が大嫌いなんだよ。後になって土下座なんてしてきやがってよ。最初からそうやって謝ってれば許してやったのに。相手がヤクザだって分かったから土下座したんだろ?いいか、一度タイミングを逃したら二度と取り戻せねえんだ。お前たちはもう終わりなんだよ。
そこをなんとかお願いします。許してください。俺は懸命に謝った。すると、しょうがねえな。俺の気持ちが伝わったのだろうか、ヤクザはそう言ってきた。俺はほっと胸をなで下ろしたのだが、それは甘かった。じゃあ許してほしかったら迷惑料100万払え。それが無理ならお前とそこのババアをタコ殴りにしてやる。ヤクザはそんなことを言ってきたのだ。100万というとんでもない額に俺は驚愕した。ただうるさくしただけで100万あまりにも理不尽だ。100万なんてそんな。なんだ、払えねえってのか。だったらお前らをタコ殴りにするしかねえな。それだけは。じゃあ100万だ。俺たちはお前らのせいでせっかく高級旅館で癒されに来たのに、それを台無しにされた。だったらこの旅館の支払い分をお前らが支払うのは当然だよな。それに不快な思いをさしたんだから迷惑料を支払うのも当然。それを考えれば100万は妥当な金額だろな。そうね、当然の金額よ。むしろ安すぎるくらいだわ。100万で許してあげるなんて、私たちなんて優しいのかしらね。だな、他のヤクザならこの程度じゃ済まねえよ。ギャハーと笑い声を上げるヤクザ夫婦。むちゃくちゃだ。それっぽいことを言っているが、どう考えても100万は高すぎる。しかし無茶をすれば母を危険な目に遭わせてしまう。そこで俺はとりあえず場を収めようと思った。わかりました。100万円支払わせていただきます。ちょっとアキラ。いいんだ母さん、俺が支払うから。じゃあ100万支払うってことで決定だな。今手元にあんのか。いえ、今からコンビニに行って下ろしてくるので。俺がそう言うとヤクザはチッと舌打ちした。コンビニだと？お前まさかその間に警察に通報しようだなんて思ってんじゃねえだろうな。いえ、そんなことは。やけに素直になったと思ったらそういうことだったのか。てめえ、今すぐタコ殴りにされてえのか。するとヤクザは俺の胸ぐらを掴んできた。でも本当に今ここに100万なんてお金はないので。そんなこと知るか。なんとかしろ。あまりにも無茶苦茶すぎる。じゃあ一緒にコンビニに来てもらうっていうのは。なんで俺がそんな面倒なことしなきゃなんないんだ。じゃあ後日振り込むというのは。お前そのまま逃げるつもりだろ。じゃあどうすればいいんですか。そんなのお前が考えろ。全く話が通じない。もう完全にお手上げ状態だった。てめえ舐めやがって。お前俺たちの部屋に来い。そう言いヤクザにそのまま連れ去られそうになった。その時だった。何の騒ぎだ。そう言って部屋に姿を現した人物が、それは父だった。大浴場からようやく帰ってきたのだろう。父の姿を見て俺はほっとする。というのも、実は俺の父は刑事だからだ。正直ずっと俺は刑事である父が来ればなんとかなると思っていた。だがそんな俺も予想していなかった出来事が起こる。ええ、なぜあなたがここに。父を見たヤクザは俺の胸ぐらを掴んだ手を離してつぶやくようにそう言ったのだ。父を知っているような口ぶり。どういうことかと俺は混乱した。父はまっすぐにヤクザを見つめる。そして顔をじろじろと見てハッとした顔になった。お前たけしか。父もまたヤクザのことを知っているようだった。たけし、お前俺の息子に何をやった。とその聞いた声でそう言う父。さすが刑事だ。いやこれは。ちょっとあんたどうしちゃったの。何なのよこのおっさんは。ヤクザの妻は父のことを知らないのだろう。そうヤクザに尋ねる。この人は刑事だ。刑事。まさかの事実に驚くヤクザの妻。するとヤクザの妻はまずいと思ったのだろう。ねえ
刑事さん、私たち何もしてないわよ。ちょっと言い合いになっただけだから逮捕なんてできないわよね。それに今日は刑事さんも非番でしょ。せっかく旅行に来たのに仕事なんてしたくないでしょ。だから今回はお互い見なかったことにしましょう。そして楽しい旅行を楽しみましょうよ。ヤクザの妻はそんなことを言って父にこび始めたのだ。なんとか逮捕を免れたかったのだろうが、とてつもなく空気を読めていない発言だった。姉ちゃん、気持ちはわかるがちょっと黙っててくんねえかな。あんた今すごく邪魔な存在だ。あ、はーい。そう言うとヤクザの妻はスススッと後ろに下がっていった。たけし、お前に聞いてるんだぞ。俺の息子に何をしたんだ、答えろ。しかしそう言われてもたけしと呼ばれたヤクザは何も答えない。ただうつむくばかりだ。俺たちが少し部屋で騒いでてさ。俺はヤクザの代わりに事情を説明した。部屋で騒いでいたら隣の部屋にいたヤクザがやってきたこと、謝罪したが許してもらえなかったこと、100万円を要求されたこと、全てを話し終えると父は鬼の表情になっていた。そして怒号を上げる。たけし、お前なんだそのざまは。ヤクザになんてつまんねえもんになりやがって。しかもヤクザが一般人に100万要求するなんて恥ずかしいと思わねえのか。俺は昔何度も忠告したはずだぞ。何度も何度も言ったはずだ。なのにお前はヤクザになんかなりやがって、しかもこんなことをして一体どういうつもりなんだ。しかしそれでもヤクザは口を開かなかった。父の口ぶりやヤクザの反応からして二人が知り合いなのはなんとなくわかる。だがそれ以上の詳しい状況が俺たちには全くつかめなかった。そしてそれがあまりにも気になって仕方ない。そこでねえ、二人はどういう関係なの。俺はそう尋ねた。すると父は事情を話し始めた。あれは20年以上前のことか。俺がいた警察署ではよくやんちゃなガキどもが補導されてきていた。まあそういう街だったからな。毎日のようにガキの面倒を見ていたよ。で、その時によく補導されてたのがこのたけしってわけだ。目の前にいるたけしというヤクザがまだ学生だった頃、よく父の世話になっていたということらしい。ヤクザになったくらいだからそれなりの悪だったのだろうということは想像がつく。俺はこいつだけじゃないが、補導されたガキたちによくラーメンをおごってやってたんだよ。おごるって言えばガキは喜んでついてくるからな。で、そこでコンコンと説教するわけだ。まっとうに生きろ、つまんねえ生き方をするなって何度も何度も言うわけだよ。実際父は刑事時代、多くのやんちゃな子供たちに慕われていたらしい。学校を卒業して就職が決まった時には父に挨拶に来るヤンキーもいたとか。そしてたけしはたくさんいたガキの中でも特にやんちゃだった。一度補導されていたからある意味では有名人だったよ。だがそれと同時に面倒見のいいガキでもあった。よく後輩を守るために喧嘩してたよな。だから俺はこいつなら今は無理でもいつか正しく生きてくれると思っていた。だが。そう言うと父はヤクザを睨みつけた。俺の期待通りにはならなかったようだな。ヤクザは何も言わない。ただ父の目をまっすぐ見ることができない様子でずっとうつむいていた。たけし、俺は言ったはずだ、まっとうに生きろってな。だがお前なんだそのざまは。なんでヤクザなんかやってんだ。するとヤクザはゆっくりと口を開いた。東郷さん、俺はまっとうに生きれるような人間じゃなかったんだよ。あんたはさ、俺のこと仲間思いだとか言ってくれたけどさ、社会じゃそんなの何の意味もない。普通に働いてみたけど、そもそも上司や先輩の中にまっとうなやつなんていうのが一人もいなかった。全員後輩をパシリみたいに使って自分のストレスの吐き口にするようなやつばっかり。
俺がもっと我慢強ければそれにも耐えられたんだろうけど、俺には無理だ。すぐに辞めちまったよ。それでヤクザってわけか。そうだよ。先輩に誘われてな。あんたの顔もちょっとは浮かんだが、金を稼ぐにはこれしかなかった。一度こんな世界に足を踏み入れたらもう終わりだ。やっぱり真っ当に生きようなんて思い直してもそれが許される世界じゃない。そのことはあんたが一番よく知ってるだろう。父は何も言わなかった。まあ、あんたの見立て違いだったってことだ。俺はもともとこういう人間だったし、ヤクザになるべくしてなった人間だ。違う。本当のお前は誰かを守れる優しい人間だ。その言葉を聞くと、一気にたけしと呼ばれたヤクザの表情が変わった。怒りの表情だ。俺のどこが優しい人間なんだ。俺のことを舐めてんじゃねえよ。俺はあんたの息子に難癖つけて100万を奪い取ろうとしたんだぞ。今回だけじゃねえ。今まで散々同じようなことやってきた。あんたは楽だよな。適当に信じてるって言ってりゃガキどもを簡単に乗せられる。それに騙されたガキどもがあんたを恩人だと思い込んで、あんたは気分よく仕事ができるってわけだ。ふざけんなよ。あんたが軽はずみに俺のことを信じたから、俺は夢見ちまったじゃないか。真っ当になれるって思い込んじまった。だがな、そんな人間ばっかりじゃねえんだよ。どうしたって真っ当には生きられない人間が世の中にはいるんだ。クズが真っ当に生きれるなんて幻想抱かせんな。最初からクズな俺たちに変な期待させてんじゃねえよ。そこまで言い終えたヤクザは、はあはあと肩で息をしていた。心の奥底から出た方向だったのだろう。すると父がゆっくりと口を開く。たけし、思い出せ。は、何をだよ。お前は高校の頃、後輩がヤクザに絡まれてバイト代を全部取られたことを知って、一人で組の事務所に乗り込んだ。結局ボコボコにされて金は取り返せなかったけどな。後輩たちと一緒にいたところを絡まれ、相手が武器を出してきたら後輩全員を逃がして一人で戦った。そんなこともあったな。お前を裏切りはめた後輩をお前は許した。覚えてねえや。俺はお前が優しい人間だと知っているから真っ当に生きろと言ったんだ。適当に言ったわけじゃない。お前という人間としっかり向き合い、信用できる人間だと思ったから信じた。ただそれだけだ。それは全部昔の話だ。昔の俺はもういない。変わったんだよ。身も心もヤクザになったからな。その証拠に、あんたの息子に絡んだ。すると父はヤクザの妻に目をやる。あんた、たけしの奥さん。あ、はい。そうか。たけしはどう？優しくしてくれるか？まあ、私に対しては優しいですよ。さっき言ってたみたいに、後輩に対しても優しいですし。まあ、でも、最近はちょっとイライラしてますけど。イライラ？なぜ？ああ、いや、組の稼ぎがだいぶ少なくなってしまって、私たちもあまりお金がない状態で、そんなタイミングで一番可愛がってた後輩くんが病気になっちゃったから。おい、そんなこと言わなくていいんだよ。だって。なるほど。たけし、お前は息子から取ろうとしていたお金を後輩の治療費に当てようとしていたのか。な、そうだろ。ヤクザは何も言わなかった。だが。ああ、そうだと思います。代わりにヤクザの妻が答えた。お前、言うなって言っただろ。もうバレバレなんだから別にいいじゃない。それにさっきこの部屋にクレームつけに来た時だって、治療費のためにお金を取るつもりなんだって分かってたから私も協力したのよ。ヤクザは呆れたような表情を見せる。すると再度父が口を開いた。たけし、やっぱりお前は変わってないよ。あの時俺が信じた通りの人間だ。なんだよそれ、おかしいだろ。金を騙し取ろうとした人間だぞ。刑事がそんなこと言っていいのか。確かに
事情があっても許されることじゃないし、刑事がこんなこと言っちゃいけない。だが残念。今日の俺は非番だ。刑事じゃない。へりくつを言いやがって。ヤクザは静かにそう言った。確かに圧倒的な理不尽でお金を請求された俺だったが、彼らから物理的な攻撃は受けていない。散々脅され胸ぐらもつかまれたが、意外と何もしてこないなと思ったくらいだ。多分最初からそんなことをするつもりはなかったのだろう。もちろん他人からお金を騙し取るというのは許されないことだが。すると突然父がまさかの発言をした。たけし、お前はもうヤクザをやめろ。いきなりの言葉に全員が驚いた表情で父を見る。俺も当然驚いた。はあ、あんた何言ってんだ。ヤクザをやめろと言ったんだ。それは分かってんだよ。あんた今まで話を聞いてなかったのか。ヤクザはそう簡単にやめられる世界じゃねえんだよ。知ってる。だがそれでもやめるんだ。なーに大丈夫。今のヤクザはそこまで無理なことはしない。せいぜい全員でボコボコにされるくらいだ。くらいだってあんたイカれてんのか。別にお前ならそれくらい耐えられるだろう。ヤクザの事務所に一人で乗り込むくらいなんだから。まあ無理ってわけじゃねえけど。てかヤクザ辞めたら俺食っていけなくなるだろう。結婚もしてるし、後輩の治療費も払ってやりたい。いくらうちの組の稼ぎが悪いからって言って全く稼ぎがないわけじゃねえんだよ。それがなくなったら困るんだよ。大丈夫大丈夫。何が大丈夫なんだよ。だから組を辞めて普通に働けば何の問題もないじゃないか。その言葉でピタッと会話が止まる。そしてヤクザは呆れたような表情を浮かべた。あんた本当に俺の話聞いてなかったのか。前も普通に働こうとしたけどダメだったって言っただろ。いやいや、今のお前なら大丈夫だ。適当なこと言うな。適当じゃない。適当だろうが。じゃあ答えてみろ。なんで今の俺なら大丈夫なんだよ。すると父はヤクザの目をまっすぐに見て答えた。今のお前には守るものがあるからだ。は?お前はいつもそうだったじゃないか。後輩という守る人間がいたらどんな無茶なことでもやる。前に働いた時は守りたいものなんてなかっただろう。自分のために頑張ってみたけど我慢できずに辞めてしまった。でも今のお前には奥さんや後輩という守りたいものがある。そういう時お前はどんなことをしてでも守り抜くということを俺は知っている。だから仕事も長続きするはずだ。それは。ヤクザはそう言うと黙ってしまった。父の言葉によってヤクザを辞めることを真剣に考えているのかもしれない。でも、今更俺が働ける場所なんてないだろう。大丈夫だ。俺の知り合いでたくさんの元ヤクザを雇っている会社があるから、そこを紹介してやる。もちろん周りは元ヤクザばかり。新人には厳しく接するだろうから、それなりに苦労もするだろう。だが、元ヤクザばかりだから筋の通らないことは言わないだろう。真っ当な理由で怒られることはあるだろうが、理不尽なことで怒られることはないはずだ。それだったらお前も納得して受け入れることができるだろう。違うか。それを聞くと再度ヤクザは黙り込んだ。すると、奥さんとしてはどう?父がヤクザの妻に話を振った。え?だから、旦那がヤクザを辞めて普通に働いたらどう思う?まあ、別にヤクザだから好きになったってわけじゃないですし、ヤクザの旦那がいるってことで白い目で見られることもあったから、そういうのがなくなるのは大歓迎って感じですね。それに今はいないですけど、将来もしも子供ができるってことになったら、やっぱりヤクザというのは。そこまで話を聞くと父は再度ヤクザに向き直った。そしてこう言ってるぞ、どうする。そう言った。本当にあんたっておせっかいだよな。そうか。そうだよ、昔から思ってた。俺たちみたいなのにラーメンを毎回おごってよ。あんた陰でなんて言われてたか知ってるか。豚骨親父って言われてたんだぜ。それ結構ショックな話だな。
塩ラーメンとかもおごった方が良かったのかな。まあでもそれで救われたやつも結構いるはずだ。やんちゃしてるやつらなんて結局寂しいやつらばっかりだからな。誰か一人でも気にかけてくれる人がいたら嬉しいもんなんだよ。みんな感謝してるはずだ。お前もか。そうだな。だいぶ遅くなったけど。そしてヤクザはみんなの前で宣言した。よし、決めた。俺はヤクザを辞める。それでちゃんと働くよ。そうか。父はつぶやくように笑顔でそう言った。じゃあそうと決まったら落とし前つけないとな。落とし前という言葉を聞いて、俺は組を抜けるために必要なことなのだろうと思っていた。だがそういう意味ではなかったようだ。本当にすいませんでした。なんとヤクザは俺の前に土下座して謝罪してきたのだ。俺への落とし前という意味で言っていたのだと俺はそこで気づく。ああ、いや全然大丈夫です。奥様も申し訳ございませんでした。大丈夫よ。顔上げて。俺の恩人とも言えるべき人のご家族だったとは知らず、あんな失礼なことを言ってしまい、さらには脅し、胸ぐらまでつかんで、俺は最低の人間です。よければ俺のこの指、へし折ってやってください。謝罪の仕方が極道すぎてちょっと引いた。いや、もう本当に大丈夫なので。私からも謝罪させてください。本当に申し訳ありませんでした。ああ、はい、わかりましたから、もう、すいませんでした。すいませんでした。迷惑なほど謝ってくる二人。まあでも気持ちは伝わったので、俺は心の底から二人を許すことができた。じゃあな。父のそんな言葉を最後に、二人は頭を下げて部屋を出て行った。部屋を出る前には、しっかり父と連絡先交換もしていた。勝手に話を進めて悪かったな。ようやく家族三人だけになったところで、父がそんなことを言ってきた。いやいや、全然大丈夫だよ。別に大したことされなかったし。そう言ってもらえると助かるよ。それにさ、うん？父さんがあんなに慕われてたなんて知らなかったから、そういうのも知れてよかったよ。家では仕事の話なんて全くしなかっただろう。だから誇らしかったよ。俺がそう言うと父は照れたような表情を見せた。よし、じゃあせっかくの還暦祝いなんだから仕切り直そう。俺はそう言い、父の還暦を盛大に祝った。そして俺たちは長い一日を終えたのだ。数ヶ月が経った頃、俺は実家でくつろいでいた。今日は妻と子供が一緒に妻の実家に行くというので、暇な俺は実家に帰ってきたのだ。で、どんな感じなの？あのヤクザ、たけしさんだっけ？ずっと気になっていたことを父に聞いた。あのヤクザがあれからどうなったのか全く聞いていなかったからだ。父の話によると、あの後彼はすぐにヤクザを辞めると組長に言いに行ったらしい。少し揉めたそうだが、周囲からの信頼も厚かったため、なんとか無事に辞められたそうだ。そしてその後、父が紹介した会社で働くことになり、今のところ順調に仕事をこなしているとのこと。父の元には定期的に連絡があり、毎回あの時の感謝と謝罪を伝えられるのだそうだ。そうか。すごいな、父さんは。俺は思ったことをそのまま言葉にした。すごい。何がだ？あ、いや、それだけ人の人生に影響を与えられるって、すごいことだよ。たけしさんだけじゃなくってさ、父さんに救われた人はいっぱいいるはずだし、俺だけが特別じゃないさ。みんな少なからず誰かに影響を与えているもんだ。父はそう言うが、やっぱり父は特別だと思う。あんなこと誰にでもできることじゃない。父は俺にとって尊敬するべき人だ。こんな父に育ててもらえたことを俺は誇りに思う。だからこそ俺も一人の親として父のような尊敬される人間になりたいと心の底から思った。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。